どうも、エルザレットです。それではテストランディングやっていきましょう。今回はこのエリアの最終目的はタールに沈んだ中継ステーションの代替施設を設置することだ。まずは我々の科学スタッフが常駐するシェルターにカイラル通信をつなぐ。アメリの状況は今のところ何もわからない。ヒッグスの動きもだ。気がかりなのは君も我々も同じだ。だが今はこのエリアをつないでその先のエッジノットシティに向かうしかない。さあ、次の目的は3つぐらいあるのかな。君に運んでもらうものがあるようなんだ。そこで荷物を受け取ってからエゴデモ学者のところへ行ってくれ。3箇所すべてつないだらここへ戻ってくるんだ。代替施設を設置するのに必要な荷物を渡す。おほう、めっちゃ動くね。しかも雪山っていうのがまたね。ヒートユニット携帯式の暖房器具だ。特に雪山のような寒冷地では重宝するだろうな。スタミナの回復量が上がり、あ、やっぱ上がりにくいの、そういうことだったんだ。オッケー。で、これは。背負うのいいんだが。装着だよね。装着してるのか、これは。とりあえず受注してから考えるか。二つね。こっちが気になる。衝撃厳禁。ああ、ほとんど衝撃。爆弾か。地質学者は化石を調査して過去にあった絶滅期に関する研究をしている。要は地層の発掘をしてるんだが、この地質学者にカイラル汚染の初期症状の疑いがある。どういうわけか、発掘中にカイラル線を大量に浴びたらしい。はあ、のカイラル物質を除去しないと調査も止まったままだ。彼の症状も回復しない。彼にカイラル物質除去剤を届けてくれ。AED を起動します。クリア。お、ハートマン。地質学者が発掘していたのは白亜紀末の地層だ。そう、この頃はそれまで栄えていた恐竜が絶滅し、小型の哺乳類が生き延びた大絶滅期だった。それはビッグファイブと呼ばれる過去の地球を襲った大量絶滅のうちの一つなんだ。彼はその地層ですごいものを発掘したらしい。ビーチの化石。本当にビーチの化石であれば、これは途方もない大発見だ。そこでサム、彼が発掘調査を続けられるようカイラル物質除去剤を届けてくれ。なるほどね。もう一つ、古生物学者に反物質爆弾を運んでほしい。彼はうちのメンバーで化石の発掘をしている。タールに汚染された地層を発掘調査するために反物質爆弾がどうしても必要だということらしい。君はもう分かっていると思うが、運搬用のケースが破損してしまえばそれで一巻の終わりだ。そうだね。いつも以上に荷物の取り扱いには気をつけてくれ。さあ、怖えな、怖えな。マジか、ファイル一応持ってるからいいとして。行かない一旦。
おいおい。分かっているとは思うが、その反物質爆弾は強い衝撃や車両フローターの激しい揺れには到底耐えられない。警告音に気を配り、慎重に運ぶんだ。いやー、なかなかだよな。そうか、プライベートボックス入れて。ロープ用パイルは、ああなるほど。最適化して。パイル無駄なものちょっと直すか。依頼が受注されました。80か、80はちょっと多いな。グレネードも置いて、あとはそうだね、はしごも使えばっていうところだけど、これがね、ヒートユニットがね、装備するのにもしかしてなんかバックかなんかいじらんといかん感じか。まあ、いや、とりあえず。それともあれかな、足つけてるからとかそこら辺も関係あるかな。さあ、あとはこっから。遠いぞ。ここは崩れるから、とりあえずこっちまで来てだな。ET 戦は免れない感じか。とりあえずこのルートでまず行こう。あと重量が140か。サム、はいはい。していたな。そのハートレイクがテロの傷跡だ。ハートマンの妻子を奪い、ハートマン自身にも変化を及ぼした。彼は心肺停止状態が21分間続いた。死ぬ可能性もあったが、ハートマンは生き返った。その時低体温療法の最中だったおかげだ。その21分間がその後の彼のライフサイクルを変えてしまった。もともとドゥームスだったが、その事故で能力のレベルが上がったに違いない。ビーチに行って家族を探す彼の人生が始まったんだ。
サム、すまなかった。おお、パートマン。ラボに来てくれたのに君を見送ることもできなかった。その時も話したが、この一帯には DS 以前の絶滅の記憶が眠っているんだ。そのせいなのか、リティの目撃情報も多いんだ。はあ、やっぱそうなのか。目撃情報を元に作ったんだ。あくまでも目撃情報を元にしたものだ。実際に見たことがある君には違和感があったかもしれないな。そうだね。となると、うん、やっぱ下を通ってこうやっていくのが理想か。まあ、あとはカイラル通信をうまいことつなげたときにはしごを作れるかどうかだね。まあ、あと問題は BT に合わないように気をつけるってことだね。まあ、こっからはどうしようもないだろうけど、そうそう。でも結構そのプライベートルームっていうか行ってないからね。なんだかんだ、なんだかんだよ、なんだかんだ。結構アイテムとかバックパックとか整えれてなかったりしてるからね。まだ使うほどではないな。とりあえず足を滑らせないように少しずつ少しずつ。やっぱ出たか。とりあえずこっちで良さげだね。意外とこう行くのが、ちょっと BT がいるかどうかもなんだけど、ちょっとこっち側から行くか。いるか。さあさあ、慎重に慎重に。ん？おお、落石。本当だよ。落石がまたありそうな感じがするよね。
お？おー、あっちか。や、これ嫌な予感がしてきたな。風が強い影響か。そうそう。そうだね、本当、雪が止んでほしい。ここが。ここで、一旦いいとこまで来たね。使おう使おう。意外とそこまで伸びないっていうね。危ない危ない危ない。マジで今ので？ブリッジズ、ありがとう、来てくれた。実はここのところ情緒不安定で嫌な悪夢を何度も見ていたんだよ。もしかしたらこれは君たちドゥームスが見る絶滅のかと、発掘調査の疲れのせいかと思っていたが、まさかカイラ汚染されているとは思わなかった。放置していたら自殺衝動を起こす可能性もあった。今死ぬわけにはいかない。研究はまだ終わっていないんだ。でも君のおかげで大事には至らなくて済みそうだ。荷物の状態を見ればわかる。君がどんなに優れた配達人か。ありがとう。それじゃ始めてくれ。UCA とつながったわけだ。失われた過去の研究データを見ることもできる。ビーチの化石の分析もさらに進められる。ビーチの化石を科学的に検証することもね。6550万年も前の地層にカイラリウムがあるなんておかしな話だろう。
だとすれば今と同じようにデスストランディングが起きていたことになる。その大量絶滅も DS のせいだなんて。カイナル物質は人類が現れる前の地球にも存在していた。その地層が証拠となる。これを見てほしい。黒い亀裂があるだろう。カイナリウムはここから検出されたと考えられる。地震が起きるとその断層部にもたらされた摩擦熱によってシュードタキライトという層が組成されることがある。それは地震の化石とも呼ばれている。それに習えばこの黒い亀裂はビーチの化石ということができるだろう。カイラリウムが地層の形成に何か影響を与えたんだ。つまりこれは白亜紀末の絶滅期にビーチが現れた痕跡ではないか。これだけではない。カイラル通信がつながったことで他の絶滅期の地層でもビーチの化石が示唆されていたというデータが普及してきている。ビッグファイブをはじめとする大量絶滅期にはビーチが毎度出現していた可能性がある。君がカイダル通信をつないでいってくれることで様々なデータが復活し、一人ずつの研究の成果が一つになっていく。今まで失われ断片化し孤立していた全てが復元され、解明されるのも時間の問題だろう。これは素晴らしいことだ。ありがとうサム。この先も君に期待しているよ。お疲れ様でした。新しい、おお、緑だ。久しぶりの緑。さあ、運んできたぞ。よく持ってきてくれた。これで発掘作業が再開できる。この辺りは足場も悪くて有毒ガスが噴き出している場所もある。あ、ガスがあるんだ。うわ、かなりだね。私が言うまでもないか。信じられない、ここまでほぼ無傷で持ってくるなんて。ほぼ、あー、やっぱちょっと体勢崩したので入ったか。そう、200塔を立つと。ではカイラル通信をつないでくれ。にゃー、いやー、つないだ。少し酸素マスク、チャージ式血液グレネード。ダメージが変わるってことか。お願いがあるんだサム・ブリッジズ。君を見込んでの依頼だ。何ですか？ここに来てくれるはずだったポーターが貴重な荷物を落としてしまったんだ。その荷物の中身なんだが、実は2億年前のものと推定される、まるで生きているようなアンモナイトだ。氷河が溶けて露出したアンモナイトの化石群をポーターが発見したんだ。へえ。錆体のようなものがついているというんだ。信じられるか。本当ならすごい。しかしそのポーターには発掘のようなデリケートな作業はできない。アンモナイトが埋まっている地層をえぐり取って運ぶよう頼んだ。他のアンモナイトの化石と比較する必要があるからな。そこで錆体付きのものとそうでない通常のものを掘り出してもらったんだ。だがそれを全部落とした。信じられない。落とした。ある荷物のうちの一つが錆体付きなんだが、どれがそうなのかわからない。荷物を落とした場所は有毒ガスエリアらしい。このシェルターから見て南西の方角だ。落とした張本人のポーターはそれを発見することも回収することも無理だと言ってるんだよ。すまないが君に回収を頼みたい。
念のために防毒用の酸素マスク。それで酸素マスク使うのね。安全のためだ。依頼を受けた時に渡そう。マジか。それが本当ならば大発見だ。魚類にも耐性を行う例はあるが、しかし最大のようなものがあるアンモナイトなんて考えられない。しかもおよそ2億年前といえば三畳紀末。これは大量絶滅の起きた時期と一致する。ビッグファイブの一つだ。その最大はビーチとつながっているんじゃないか。その荷物を回収して分析できればデスストランディングを解明する大きな手がかりになるはずだ。もう少しなんだ。もう少しでデスストランディングの全体像がつかめる気がするんだ。ああサム、一刻も早く見つけて回収してほしい。抜けるしかないな。はい、ということで、今回はここまでとなります。いやー、爆発したね。結構大変だったけど、まあまあ、次回もこの続きからやっていきたいと思います。それではまた次回会いましょう。ほんじゃまたな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。